ウィリアム・ブラウンとは現在のアメリカ合衆国ノースカロライナの政治家である。アメリカ合衆国憲法制定会議にノースカロライナ代表として出席し、南西部領土の初代かつ唯一の知事となり、民主共和党員としてテネシー州選出のアメリカ合衆国上院議員を務めた。テネシー州の設立に主要な役割を果たした。 上院から追放された最初の議員であり、かつ南北戦争以外で追放されたことでは、唯一の上院議員でもある。ブラウントは、ノースカロライナのバーティグン・ウィンザー近くで、パムリコ川の包み沿いに、広大な領地を所有する著名な商人かつ、農園主の家に生まれた。アメリカ独立戦争の時、第3ノースカロライナ連隊の主警官としての任務を受けた。 連隊の死刑官は、戦場で指揮を取る責任のある将校ではなかったが、連隊参謀の証明書の下で働き、隊員と同じ給与と手当を引き出した。1777年晩春に、ジョージ・ワシントンの主力軍が、ウィリアム・ハウ教のイギリス軍からフィラデルフィアを防衛しようとするときに、所属する連隊も参加したのでその機体の後軍に加わった。ブラウントとその仲間たちは、 この戦争の重要な戦闘の一つに参戦した。この戦闘では、ワシントンの戦いへの前向きな姿勢と、大陸軍の回復力を示すことによって、アメリカ人が戦争を最後まで戦う気でいることを、フランスに確信させ、フランスが公然と独立を支持しようという決断に、直接影響を与えた。戦闘後、ブラウントは故郷に戻り、ノースカロライナ国軍の主警長となり、後に、 国の副主系総監となった。その後の3年間、北にあるワシントンの主力軍や南部の諸法の防衛のための別の軍事行動の双方を支援するために、徴兵や軍隊の再装備という厳しい仕事に親密に関わり続けた。1780年5月、ヘンリー・クリントン教が指揮するイギリス軍のために、チャールストンが陥落し、 ノースカロライナが侵略されるがままにされた。この時は、チャールズ・コーンウォリス将軍の指揮下にある、イギリス軍、ドイツ人傭兵部隊及び、ロイヤリスト軍に反撃するために、国は再び新しい部隊を立ち上げる困難さに、直面した。ブラウントはこれら市民兵の組織化に関わっただけでなく、彼らと共に戦場に向かいもした。そのノースカロライナ部隊は、 ホレーショゲイツ将軍の下に着いたが、ゲイツは、請求にキャムデンで、コーンボリスとの血塗られた戦いを演じた。1780年8月16日、ゲイツは右翼に、大陸軍正規兵を左翼に、ノースカロライナとバージニアの民兵を配置して、前進を命じた。アメリカ軍の兵士たちは何週間もの行軍と、不十分な食料のために消耗していた。さらに、 民兵の部隊は極最近正規兵に合流したばかりであり、二つの部隊間の規律ある協力体制がまだ整っていなかった。そのような協力体制は、18世紀の戦列を組む戦闘での複雑な不評ミサオ軍を旧ゴシらへの民兵隊が行えると期待される以前の特に必要なことであった。正規軍は容易に敵に向かって前進できたが、民兵は 消炎と混乱の中で、その結束をすぐに失い、イギリス軍に反撃する前にその戦列が崩れてしまった。コーンボリスは続いて、全軍を大陸軍政機兵部隊に仕向けた。1時間も持たないうちに、ゲイツの軍隊は崩壊した。不適切な戦闘準備の結果として、南部ではこれで二度目の敗北であり、若いブラウンとは、後年に大いに役立つことになる教訓を得た。 この戦いはブラウントにとって実戦の終わりともなった。ブラウントは1790年にジョージ・ワシントン大統領によってオハヨー側から南の領土の知事に任命された。現在のテネシー州パイニーフラッツにあたるロッキーマウントにあるウィリアム・コップの家で失勢を行った。先住民族とのホルストン条約を締結した後で、領土の首都は新しく設立される。 ノックスビルに移すと宣言した。ブラウントはこの首都を初代陸軍長官のヘンリー・ノックスにちなんでノックスビルと名付けた。ノックスビルに移動した後、1792年にブラウント邸宅と呼ばれる邸宅の建設を始めた。この邸宅は現在もノックスビルの中心街にあり人気のある博物館になっている。アメリカ合衆国上院議員を務めている時に、 ブラウン島をめぐる事情が急展開して悪化した。1797年、西部の土地に対して行っていた陶器が深刻な財政危機に陥らせた。同じ年にクリーク族とチェロキー族をそそのかして、イギリスがスペイン領西フロリダを征服するのを助けるようにする計画を作っていたことが暴露された。この計画を示唆する手紙がジョン・アダムズ大統領の手に渡り、 1797年7月3日に上院で公表された。4日後の7月7日、合衆国会員はブラウントの弾劾を表決し、7月8日に上院は25対1という表決でブラウントの上院からの追放を決めた。上院は1798年12月17日に弾劾裁判を始めたが、 その解任以上の措置は取られないという理由で2ヶ月後に告発は取り下げられた。この判断はアメリカ合衆国議会がその議員や元議員に対して取ることのできる行動の制限について重要な判断例となった。この出来事はブラウンとのテネシーにおける経歴を貶めることにはならないように思われた。1798年 テネシー州上院議員に選ばれ、議長にもなった。ブラウントは2年後にノックスビルで死に、第一長老派協会の墓地に埋葬されている。1792年、南西部領土の知事を務めている時に、ブラウントはノックスビルに、ブラウント邸宅を建てた。この邸宅は、国定歴史建造物になっている。テネシー州、ブラウント軍はブラウントにちなんで名付けられた。 テネシー州、グレンジャー郡とメアリービルは、ブラウントの妻メアリー・グレンジャー・ブラウントにちなんで名付けられたものである。ウィリアム・ブラウント高校、ウィリアム・ブラウント中学及びメアリー・ブラウント小学校は、ブラウントとその妻にちなんで名付けられた。ノースカロライナ州ローリーには、その中心街の真ん中を通るブラウントと名付けた通りがある。ブラウントは、 ウィリアム・グレーンジャー・ブラウントの父である。イボテイ・ウィリー・ブラウントは、テネシー州知事を務めた。弟のトマス・ブラウントは独立戦争の軍人であり、ノースカロライナ州、選出アメリカ合衆国会議員を務めた。ありがとうございます。